イラン航空産業機構は航空宇宙産業機構としても知られ、イランの民間、軍事航空産業を計画、統制、管理することを目的として1966年に設立されたイランの国営企業である。航空宇宙産業機構は航空機や航空宇宙製品を直接製造する OEM とイランの国営航空会社を参加に持つ コングロマリットの両方の役割を果たしている。現在、イアイオは次の航空組織、シャバ、ヘサ、パンヤ、民間航空産業を指揮している。これらの組織は、イランの航空宇宙と、イラン民間航空において、異なる、補完的な役割を持っている。1969年には、イランヘリコプターサポートリニューアルカンパニー、1970年には、 イラン航空機産業、1974年にはイラン航空機製造工業会社が設立された。他にも国軍のイラン航空産業機構とコドス航空産業会社研究センターという二つの重要な企業が1980年代初頭に設立された。テヘランのラビザン郊外に本社を置き、13の主要工場で1万人以上の従業員を雇用している。 航空宇宙分野に加え、イランの弾道ミサイル計画にも深く関わっている。イアイオは、イランの航空機産業に必要な技術、知識、部品を提供、支援することで、イラン国内航空産業を振興するための政策立案者、調整者としての役割を果たす。イランの航空産業は急速な発展を遂げている。イランが独自に設計、製造したアザラフシュと、 サーエゲ戦闘機の初飛行からヘリコプター、ターボプロップ、旅客機の大量生産と開始で証明されている。また、中東地域では初となるボーイング737から800、シミュレーターも製造している。人口8100万人のイランでは6300機の航空機が必要であるが、100万人に対して9機以上の航空機を保有できていない。 イランの航空産業のインフラは1930年代レザーアッパフラビーの時代に確立された。当時ドイツのユンカースアビエーションが外国の専門知識と支援を提供していた。この産業はその後石油収入の増加の恩恵を受け1970年代のモハンマドレザーパフラビー国王の時代に拡大した。国王は アメリカの最先端兵器を大量に発注しただけでなくイランで生産する能力も獲得していた。数十億ドル規模の産業化計画のもと国王はアメリカの軍需企業に依頼してイランで一から兵器工場を作るようにした。このようにしてベルヘリコプターはエスファハンにベル214ヘリコプターの生産工場を建設していた。ノースロップ社は イラン航空機製造工業の共同パートナーでもあった。イラン航空機製造工業は、イランに販売されたアメリカ軍機の多くを整備し、航空機部品や、最終的には飛行機の完成品を生産することが期待されていた。これらの取り組みは、イランにおける、米国の産業関与の大きな割合を占めており、近代的なハイテク産業を発展させようとする。 国王の努力の中心的な部分であった。イラン革命後の欧米の制裁を経て、イラン政府の一般的な公式政策は世界最高のものを揃えることから、特に技術的製品など国内のニーズを満たすために独自製造できることに変わり、制裁に強いというものになっていった。この緊急性が航空分野ほど高い分野はない。そのため、イランは ライセンスや技術の購入契約や部品のリバースエンジニアリングなどを通じて時々イラン国内で製造可能な劣ったものを好みより優れた欧米製の航空機の購入を回避してきたこれはイランが1980年代から現在に至るまで国内の技術的不足のために所有してものを維持できなくなる状況を回避するためであったフォトロスは 2013年に設計、開発された偵察、監視、戦闘用無人航空機の一つである。ヘサは、イラン -140 から100を製造して飛行させた。イランの元大統領、マフムード・アフマディ・ネジャードは、イランで製造された、イラン -140 などの航空機の購入を、支持していた。イラン航空産業機構は、ロシアと協力して、 今後10年以内に210人乗りの先進的な、ツマイナス214とツマイナス204を100機製造する計画である。また、イランはカモフのライセンスの下少なくとも50機のカマイナス32ヘリコプターをイランで製造する予定であり、ライセンスの下で50機のアンマイナス148を製造する交渉が進行中であり、おそらく、 イラン -140 と同様の取り決めで、イラン -148 と名付けられるだろう。ロシアとの間では、イランで、数は未確定のつマイナス334型旅客機の共同開発、共同製造に関する契約が締結され、イランとロシアの両方で同時に生産が開始された。また、ウクライナのポルタワヘリコプター車との間では、 イランが超軽量多目的ヘリコプター、エアロコプター AK-1 から3参加のイランでの製造を許可する協定が結ばれている。しかし、イランはアメリカが対イラン制裁を解除すれば、ボーイングとエアバスに旅客機を発注する用意があると述べている。イラン国防省は2010年、最大150人乗りで設計された国産中型旅客機の生産段階に入ると発表した。 このプロジェクトは2018年までに完成する予定。2018年8月、イアイオは初飛行に先駆けて、ジェット練習機、攻撃機コーサルを発表した。コーサルは短座と複座で生産される。イランは7年以内に航空機部品の輸出国になると述べている。オッチは様々な航空機で使用できる、高性能ターボジェットエンジンである。2016年、イランは、 オッチと名付けられた初の国産ターボジェットエンジンを発表した。1万4000以上の部品で製造され、5万フィートでの飛行が可能で、最大離陸重量10トンの飛行機に搭載可能である。イランによると、このエンジンにはイラン製の超合金と特殊炉が使用されているという。一部のアナリストは、このエンジンがゼネラルエレクトリック J85 ターボジェットエンジンに、 非常に似ていることを指摘している。2006年、テキストロンは、イアイオに対し、同社のベルユニットヘリコプター6種の偽造品を、ライセンスなしで製造し、営業秘密及び、特許衣装を無断で使用したとして、損害賠償を求めて提訴した。また、イランが、テキストロンを相手取って起こした、別の訴訟では、イランは、革命前からの契約不履行に対して、 損害賠償を求めていた。テキスト論は最終的に1994年にイランに5機の商用ヘリコプターを送ったほか、スペアパーツや訓練を提供して紛争を解決した。2010年夏、イランは1974年に購入したが、イスラム革命後に納入が拒否されたス十四の八十番台の納入をアメリカに要請した。ありがとうございます。